そうじゃない？探してみる。春夏秋冬って何？これ誰が入れたの？このマフマフさん。今年の夏はどこ行こうかの春夏秋冬。それ薬やってなかったっけ？やってねえよ、片方で。やってんじゃん。クリアです。 0.36 だ。超難しいじゃん。交互にやっていきましょうか。春夏秋冬。白髪っすね。おお、初見殺しじゃん、なかなかの。こういうことしてくるのか、マフマフさん。ケツだね。うわ、いや、やっぱいろいろ考えてんな、ちゃんと。これはね、多分ね、マフマフさんの天の邪鬼の性格を考えるとね、オンオフスイッチを押さなくていい気がするんですよね。早く行けよ。そういうこと言わないで。押すべきだったかもしんない。あ、ここで乗ればいいんだ。はいはい。あ、押さなくていいじゃん、これ全部押さなくていいんだ。マフマフさんの天の邪鬼の性格を考えるとね、オンオフスイッチを押さなくていい気がするんですよね。拍手なんかしてっからね。歌手なの？YouTuber じゃないんだ。YouTuber じゃないよ。なんてこと。YouTuber じゃないの？ YouTuber じゃないの？YouTube 動画も出してるけど、確かに作詞作曲編曲歌い手何でもできるハイスペックアーティストになってる。何を目指してるの？え？アーティスト。危な。あ、なんでジャンプした俺。こっちが聞きたい。まだ春まで来てんの？逆にすごい。何してんの？あ、これが春なのかな。思いっきり冬だけどね、ちゃんと考えられてます。広告に来ますよ。はいはい。おお、マント、優しいな。さてどうなる。エンジンとか、あ、ちゃんと、え、これジャンプしてワンワンワンって、B 長押しでワンワンワンってできる。ほら、もわ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 。頭おかしくなったんですか？もわもわ。あ、いいですね。あ、ここはちょっとフェイント入れて切ってますね。あ、もうマフマフさんの心理を完全に読んで落ちちゃる。オーマイガッ。これ終わったんじゃない？オーマイガッガッガッ。あそこまで行ったら多分またマンマンが出てくる。ね、使えないんだけど。いや、マンマンはセーフ。マンマンはセーフだろ。実際お前猫マンマンお前アウトだぞ。マンマーって。なるほどね。視聴者に委ねましょうか、そこは。僕はじゃあ、普通の気持ちで字幕を入れます。そういう話はこのチャンネルでしたくないんですか？俺はいつもそんなようなことしか言ってないからさ。改めてくれません？ちょっとここもう一個マント出てくるんじゃん。行ったじゃん。あ、本当だ。いいね。これ取れなかったら笑うよ。行けや次。お前これ時間見えてねえから何秒あるのかそもそも分かんねえんだから。そうなんだよね。あ、これと。ここはむずいな。 0.36 名付けるわ。でもちゃんとしたステージだね。さすがクリエイター。ありがとう。君クリエイターじゃないから、ただの動画に急に出てきた人だから。初めて急に出てきた日の撮影で100万再生いく。ある意味天才な人だから。あ、いや、もう行くしか、行くしか、行く、左。いや、そこ冷静か。冷静だな。もう降りるしかないよ。もう行くしかない、行くしかない。右だ。それ字幕入れるの大変だからやめて。あ、アリンコ遠征から帰ってきた。何の話？お、外敵出現、コオロギ出てきたよ。へえ、強そう。これ正直さ、こっち行ける気がするんだけど。普通に、ほら、そのおかげで死んじゃったね。何してんだか本当に。何してんだ。何の内容もなかったな。これ誰がクリアしたんだろう。めっちゃ難しいな。山田。山田さんって誰？わからん。もう死んだよこれ。いや、死なないんですよ、ほら。本当だ。ショートカッティングじゃん。いや、もう一個出んじゃない？お前それ結構無謀だよ。上から押したの？音符ブロック上から押すか下から押すかって映画出るよ。この行動一つで。そう。ここにいりゃいいんじゃねえの？あ、ダメだ。あぶなす。新種のナスが出てきた。あ、なんで押したんだろう。好奇心。好奇心に勝てないよね。これはヒカキンさんのステージより長くかかりそうだね。比べちゃダメだけど、もしも優劣つけられたらこっちの方が楽しいか。いや、そりゃそうでしょ。あんなもん。やめなさい、やめなさい。僕から言い出したけど、やめなさい。これは本当クリエイターだわ、さすが。ヒカキンさんもクリエイターだよ。うん。うん。これ早くいきます。ええやん、ええやん。さあ、ええやん。さあ、はい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 。
どうしたらいいの？どうしたらいいの？次はここ乗ればいいのかな？うーん、いいんじゃないですか、これクリア。なんでだー、間に合う。まだまだいける、まだいける。あららららー、結構いけそうだったんだけど、うん、まあ全貌は見えた。ねえ、倒れた。一発じゃダメだよ。ママ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 。いや、いける。おい、ピカチュウかよ、このゲーム。どういうことやね、ステージが変わるんじゃない。あ、終わった。追いかける、追いかける。俺はもう、そんなのいらん。積んでんだよな。時空こいつ。高校行かなかったかなと思って。ブカリオの移動みたいにスマブラの。それで行かねえかなと思ったけど、限界だったわ。人の限界だよね、あそこが。マリオ、まあ、限界超えまくってるけどね。カゴトの中には、魔物が住んでる。逆漫画日和じゃん。そうだよ。慎重に行こうもん。本当にムカつく。何なのマリオって。誰だよこんなゲーム開発したの。ニンテンドー。一人で全部やっていく。さよならは悲しい言葉。そこで終わっちゃダメでしょ。さよならは悲しいだろ。バイバイとかの方がええやん。バイバイは言う普段。バイバイは言う普段って何？日本語どうした？あ、あ、オーマイガッ、オーマイガッ。おお、ダイナミックインパクト。これ早く早く来るよ。だー墜落したな。まずい、あそこから全然一向に進めないぞ。ムカついてきた。今日は生放送するの。うん、グルチャリー、グルチャリーグ。変なこと言うから。変なこと言ってねえ。楽天カードマンみたいなこと言っただけじゃん。クリチャリーグって変なこと言いまくってんじゃん。アルサーシーもすげえ腹立つよな。あー寝そうっつって YouTube 見てたらいきなり楽天カードマンっつってめちゃめちゃ目覚めるんだよな。もうねえ、なんでそれはキモいわ、キモいわ。ここも落ち着けば全然。なんで回転しだすのこいつ。どんだけ回りてんだよ。メリーゴーランド乗っとけ。いいよいいよ、うん、素晴らしい。おーおーおー、オッケーオッケーオッケー、やっとここまで来たよ。オッケー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 。あー、そうだ、嘘だろ。オッケーオッケー。なんでだよ。おかしいでしょー。そう、危ね。あれは、なんで押したの？いけるもしかして。いけるんじゃないかな。でも絶望的だ、次。ほら。なんだったらこれが多分正規ルートの気がしてきたもん。マフマフさんのことはずっと押さない、あはははは、とか言ってそう。君、マフマフさんのことなんだと思ってんの？サカタン、これ、普通にいけるよ。ねえねえ、ねえ、ねえ、ねえ。ねえ、壁を叩かないで。ドーンって言ってるから、今。肘に当たったんだよ。肘肩だけに。絶対言うと思った。今日ご飯食べます。人間はみんなご飯食べます。いや、食べに行きます。どこに？ゼリア新薬、ゼゼリア。よくわかったね。あそんなこと言ってっからだよ。そんなこと言ってっからだよ。もう全然正規ルート行く気ないじゃん僕ら。ジャンパー、なんなの本当に。なんで俺あそこで死ぬの。まあエリアじゃん、走れんだよ。ムサゴンチャンネルでさ、黒い砂漠の俺のギルドのさ広告したらいっぱい人来る説ない？来る説あるけど、どうだろう。宣伝します。危ないじゃん。ほらお前が余計なこと言う。考えた結果これだよ。言ったらじゃあ宣伝することが余計なことなんだな。おいおい、あーあー、スマブラみたいになんないで。横 B ぐらいの技。今4万いくつ登録者数？5000ぐらい。終わった。もう何なのこの世。この世を代表者万とか下に出ることで。ちょっと私おトイレに行ってきますわ。はいはい。なんで？ほら、
ちょっと難しすぎるな。クリアしたことにできないかな。でもここの竜巻にいれば来るんすんすんすん。全然土方さん来なくなっちゃった。どこ行っちゃったんだよ。撮影放棄ですね。彼の実況者魂というものはないですからね。遊びに来てる人ですからやっぱ。なんでここできる